東京オリンピックで初めて正式種目として採用されたスケートボード。競技は街中を滑るようなコースで技を競うストリートと、複雑な形のコースで行うパークの2種目があり、若い日本人選手のメダルラッシュに沸きました。滋賀県長浜市で22年前にパークの施設を立ち上げ、競技の盛り上げに貢献してきた吉田さんにお話を伺いました。1940年から50年代に、アメリカのカリフォルニア西海岸ですよね。そこで生まれたっていうふうに言われてて、愛好者はね、オリンピック前で大体40万人って言われてたんですけど、オリンピックはね、2倍から3倍って言われてるので、特にその子どもさんたちはなんか一つのこう憧れのスポーツとして始められた方がすごく多いですね。競技としては街中を滑るストリートっていう、それが一般的なんですけれども、それとはまた別にパークスタイルっていうのがあったりとか、他にも競技がいっぱいあるんですけども、今回オリンピックでストリートとパークスタイルっていうような形になりました。このパークはパークスタイルに特化した形で、22年前ですね、どこで滑ったらいいんですかっていうのがない状態で、じゃあ僕が滑る場所を提供したいっていうことで始まったパークなんですね。ここはレッスンっていう形で、初心者のレッスンですね。僕の実績があるのは3歳から66歳まで約22年間で1万人以上のお客さんをコーチングしています。障害スポーツとしての、一面であるとか、プロになりたいとか、世界で活躍したい競技志向の中でもこうレッスンの仕方がありますので、その、スクールもしています。僕はアメリカでいろんなスポーツをやってきて、一番学んだのはチャレンジするっていうことなんですね。たとえその技ができなくても、おおすげえお前頑張ったよなみたいな褒めるっていうことを、22年前から実はやってるんですね。でもその当時はどこ行ってもそんな文化は日本にはなかったし、正解と不正解みたいな表現があって、違うものは否定されるみたいな、でもそのプロセスについてその評価をするっていう、ここのパークの中では皆さん僕も含めてやっていることなので、オリンピックで言われて、ああそうそうそうやってるよねみたいな、いうふうに思っています。レベルは違う、やることは違う、でも同じ場所で順番に滑っていく、おお、それすごいな、チャレンジしてるやん、すごいすごいって言ってリスペクトしながら、こうお互いが切磋琢磨かな、していくようなことが一番の醍醐味ですね。何でもそうなんですけど、一番は楽しむってことですよね。スケートボードに関しては人と比べない、自分が面白そうだなと思ったらやってみる、でやってみたことによってできないことがいっぱいあるから、それを楽しむっていうことですね。もう一つ大事なことは怪我をしないということなんですね。とりあえずその子供はヘルメットをかぶってほしいですね。ここでは子供さん小中、まではヘルメットをかぶってほしいって言います。手塚まみです。滋賀県彦根市出身の19歳です。X ゲームっていう世界で一番大きいアクションスポーツの大会で去年シルバーメダルを取りました。いつも滑ってる仲間が競うって感じなんで楽しい大会ですね。得意な技はフロントサイドスミスグラインドっていうんですけど、普通の人は板の上に乗ってるんですけど、私は右足の足首をひねって足裏が見えるっていう独特なやり方で、それが世界に受けてます。もっともっとアメリカとかに行って、友達もいっぱい作って、もっとスケートボードの良さっていうところをみんなに伝えられたらなと思います。辻壮太です。16歳です。滋賀県の長浜市出身です。本格的な大会に出たのは多分小学校6年生とか中1とかは特に大きい大会出てたと思います。バンズパークシリーズのアジア予選で中2の時とかに優勝させてもらって、優勝した人はそのパークシリーズの本戦に行けるんですけど、でそれ行ったのが一番個人的には印象深かったですね。このボード、細いスケートボードって言ってクリスチャン・ホスがやってるんですけど、そのボードを使ってみないかっていうのを声かけてもらって、そこからはアメリカに行くたびに教えてもらったりとか、すごい練習になる環境っていうのももちろんあるんですけど、やっぱその滑ってるメンツがすごいですよね。それはもうインスタグラムであったりとか、テレビでやってる X ゲームであったりとか、 YouTube でも見れるパークシリーズの配信とか、そういうのに出てるような人たちが横にいるみたいな。めっちゃ緊張しますけど、でも結構みんなやっぱ心広いし優しいから、自分も見せたいっていうか、
そういう思いもすごいあって、やっぱ上手くなりますね、そういう環境で滑ると。僕もあの英語なんて中学生レベルくらいしか喋れないんですけど、でもやっぱスケボー乗ってればなんとかなるんで、向こう行ってもそんなになんか、最初はやっぱ言葉は通じないんで不安だったんですけど、意外になんかノリで行けちゃうみたいな。ちょうど一番多分脂が乗ってくる時期がこの17歳とか25歳くらいまでなんで、一番楽しい時期をちょっと迎えると思うので頑張りたいと思います。辻健太です。滋賀県彦根市出身です。14歳です。誰でも楽しく滑れて、大会出る人もいるし遊びでやってる人もいるけど、一番やっぱ楽しいっていうことですか。怖いより楽しいよ意識してもらった方が絶対いいと思う。バーチカルっていうところでエア、上に飛ぶ技なんですけど、そういうのと浮遊感っていうか、そういう飛んでる感じが好きです。最初はちょっと怖いけど慣れてきたら楽しい。今後は世界っていうか、まあ自分がどこまでいけるかなっていうぐらいのうまさにはなりたいです。